梅をつけましたが、はい、それがいい感じで梅シロップになりましたね。それぞれお家で保管してきましたけども、こんなに色が違うかな。テレビさんさ、氷砂糖だったよね。氷砂糖透明だね、うん、透明シロップ、ちょっと違うね、うんうん、大島さんきび砂糖だったからちょっと茶色っぽい感じ。茶色だねこれね、うん、で私のさ、この、うん、あの塩と、うん、きび砂糖につけたやつも、もうあのちょっと瓶がでかすぎたんで、うん、コンパクトにして持ってきました、うん、いいね、これもしっかり使ってますよ。うん、色が違う、こう違うんだね。でこれ私ね、もう一個の瓶の方は、うん、この種だけ取って持って帰って、うん、醤油とみりんと厚切りかつお節おで、めんつゆにできるように持ってきたので、種を使って、はい、すごい。ちょっとあの時はね、醤油とか持ってくるの重かったから、そう家でやろうと思って使いましたから。すごい。今日はうどんにして食べましょう。やったー。じゃあ早速このできた梅たちを調理しましょう。はい、はい、すごいね。このぐらいなんだ。何ですか、水入れてるんですか。お水入れてます。つぶし梅みたいにしてジャムを作ろう。トロトロになったらどう。いいね、見て、砂糖まだ入れてない。あ、入れてないんだ、まだ。もう入れてもいい。入れてもいいんじゃない。オッケー。わかんねえな、こんなもんかな。このぐらいでいい。もう測ってもねえや。梅に対してとか多分あるの。あ、あるのね。梅ジャム完成です。なんかカレーみたいになってますが、梅ジャムです。これで火を止めて冷ましていきます。そしたら完成です。さあできました。おい、梅ジュースと、はい、あとうどんの方ももうおつゆをかけましたので、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ試食タイムいきましょうか。いきましょう、はい、高さのある方が大島さんの梅ジュース。はい、梅ジュース。いただきます。いただきます。おいしい。あ、梅だ。うまい。すっきり。あ、おいしい。あ、ほんと。あ、いいね。私、おいしい。ほら、前に来た時にさ、うん、黒糖だったじゃん。そうだ。全然違うね。すっきりしてるね。全然違う。うん、何これ、きび砂糖？きび砂糖。で、もう一個の方が、うん、私がこのパリパリ漬けにした方の塩が入ってる梅シロップ、これ入れたやつね。そう、ちょっと果肉がやっぱ出てるね。ちょっとね、いただきます。あ、塩、へえ、なんか塩っぽい、あのスポーツ飲料みたいなね、うん、そう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 、ほんと OS1 だ、うん、OS1 だ、うん、奥に OS1 がいる、いる、あ、美味しいね。でも風邪ひいた時にめちゃめちゃ良さそうだね、うん、飲んでいくと慣れるね。慣れる慣れる。徐々にやっぱ体に染み込んでいく感じ、うんうん、じゃあうどんの方を梅感じるかな。ムーさん教えて、これうどん何入ってるのか。ですね、うどんはムーさんセレクトだからね。はい、あのシンプルに、うん、梅が香る方がいいなと思って、あんまり邪魔しない具材にしました、うん、きゅうりと、うん、大葉とおネギと、あと鶏の胸肉をほぐしたやつですね。胸肉何個入ってるのこれ。胸肉ね、2枚、1杯じゃ足りないかなと思って。足りないよ、助かるでしょ。だからちょっと多めにしたんですけど、楽しみ。どうかな。いただきます。いただきます。楽しみ、うん、あら、おばんまい。最後に梅が香るよ、うん、ちゃんと。あ、美味しい。ちょっと酸味があってね、うんうんうん、あ、めちゃくちゃ美味しいじゃん、うん、すごいね、うん、なんか4人分であっという間になくなっちゃうの。ないねすぐだわ。でも大葉いいね。大葉とね、この薬味と合うね。あ、みょうがもあったらよかったな。あ、みょうがなかったのよ、家に。そうかそうか、そう、ちょっとお酢入ってるみたいな感じだね。ちょっと酸味がね、このね、うん、
大葉と合う、うん、また大葉な、おら美味しいですね。これ出るってことは調子いい。うわマジかどうしたどうした、オーバーリアクション調子いいですね、今日美味しいね、すごい、うん、結構昔から言うんだよね、うん、好きだよね、うん、リラックスしてる時に言うんだよね、うんうん、おばあり、すごい、すごい。この梅も食べてみようかな。うん、これはでもね、結構味が濃いかも。お塩って。あ、美味しい。パリパリしてた？パリパリしてる。うん。美味しい美味しい。あ、美味しい。へえ、こうなるんだね。パリパリ感がね、ちょっと癖になるね。美味しいね。うどんがちぎれる。そう。なんかこのうどんちぎれやすいね。これうどん時間かかるからクリーさん食べちゃいな。うん。うん。クリーさんも食べちゃう。食べよう。さっぱりしてるから結構量いけちゃうね。うん。このきゅうりも美味しいね。うん。薄切りで。うん。言われない、家で。なんて食いしん坊だとか、ママは食べ過ぎだとか言われない。言われない。まだ食べてんのとは言われない。もう終わればって言われたことある。そう、うん。何食べてるとき言われたの？何食べたかな。なんかメインを食べてから、うん、もう一回ご飯おかわりしよう。卵かけご飯か納豆ご飯食べてたら、うん、まだ食べてんの。これ蕎麦湯みたいにしてなんか飲みたいなって。最後ね、うん、あったかいお湯入れてね、うん、なんか全然飲めそうな、ね、もう食べ終わったよ。早っ。これ美味しいっすね。早いよ。僕めっちゃ美味しいね。止まんなかったっていうか、止まんなかった、はい、こういう味好き。好きです、大好きです。これもやったやつ、うん、黒沢さんのシロップ飲みたい、うん、黒沢さんも興味あるわ、私のシロップ。あるよ、あるよ。飲みたいよ。違うんじゃない？だって味がさ。絶対違う。あ、氷砂糖のシロップですね。はい。はい、こちらをいただきまーす。美味しい。美味しい。ま、なんか一番でも、一番飲みやすいのか。飲みやすい。氷砂糖か。やっぱ氷砂糖ってすごいんだわ。すごい。透明感があるね。うんうん、やっぱり他の味があんまり混ざってないから、梅だけのエキスが分かりやすく出てる気はするね。うまい。美味しい。あ、飲みやすい。ノンアルの梅酒みたいな感じだよね。ほんとだ。飲みやすいな。飲みやすい。酸味が一番弱いか。そうだね、うん、だ酸味好きの人はちょっと物足んないよね、うん、梅好きの人は、うん、でもいいね、おいしい。こんな違うんだね、砂糖で。違うんだな。面白い。あ、梅尽くし、うん、おいしい。うまかった。あ、いっぱい。最後この梅で締めて、うん、なんかそれぞれ、あ、おいしい。やっぱ違いがあったね、うん、面白い。意外と早く1ヶ月かからないでね、できた、うん、砂糖も氷砂糖も溶けたし、うん、1週間半がちょっと暖かかったからかな。そっかそっか、ね、よかったのかもしれないね。すごいね、うん、すげえ美味しい。美味しかった。美味しかった。いやー、ちょっとまた来年もね、これ多分なくなるだろうから、すぐ一瞬だろうね。やりたいよね。うん、やりたい。もっとまた違う味にしてもいいしね。そうだね、はい。いつか梅もつけてみたいよね。梅干し、うん、うわ、梅干しはもうすごい上級者だと思います。そうか、管理がすごい手間もかかるし、敷地がないと。そう、その天日干しとかね、干してかなきゃいけないから。そっか。だから大島さんちの実家とかね、ああいうなんかこう風通しもよくってさ、母ちゃん作ってたもんね、うん、スペースがあったりとか置く場所ないじゃん。マンションのベランダとかって結構難しかったりするよね。難しいんだね。だ場所に結構そのあるけどね。そうそうそう、限られてくるからね。そうなんだよ。あと排気ガスとか気になるじゃない、ちょっと。わあ、いろいろ出てきた。じゃあ
やめよ。トダやめよ。トダではやめよ。じゃあ梅、来年ももしね、できたら梅シロップまた。やりましょう。はい。美味しかったですね。美味しかった。ごちそうさまでした。以上、森さんちでした。